ああ、アイテム取れんかった。うん。おばさまいないね。あんやろ、まさか騙しやがったんじゃ。大きな声出すじゃないよ。げ。あ、お金返してくれんの？え？ありがとう、お金返してくれて。マネー返してくれた、おばちゃん。優しい。さあ、とうとう、あかねさんと会うことができるのだろうか。これは流れ的にそうでしょう、間違いなく。なあ、おばちゃん、どこまで行くんだい。すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。はいはいはい、はいはいはい。なんもないけど。おばさま、着いたってどういうことですか？真っ暗ですけど。海のど真ん中じゃねえかよ。おばさま？俺、さっきからトイレ行きてんだけど。そこでしろ。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。え？あ、来たって。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。え？おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。え、そんなに信用できひん？だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。え？賭けて？よくわかんねえが。よう分からへん。その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。ほんまや、絶対教えてくれんから。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。おまさか。このクルーザーに茜さんが。ラニもいる。あかねさんだ。ラニちゃん。あかねさん。ええ、はじめましてになるのかな、春日一番さん。とうとう会えたよ。なるほど、ね、山ちゃん。海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。山ちゃん頼むで、本当に。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。あかねさん、ばあさんちゃん。ばあさんって言うんじゃないよ。ほんまや。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、ことの経緯は後で本人から聞いてくれ。なんでおばちゃんが。ラニー、ラニーは一体なんだこの。このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。出た、ちゃん。よろしくお願いします。ちゃん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 。それにあなたが茜さんですね。とうとう茜さんに会えたよ。改めまして、岸田茜と言います。岸田さん。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまって。そもそもなんで逃げてんのかも教えてほしいよな。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。お母さんやで、一番。ごめんなさいね。今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね。正直まだあんまりピンときてないです。その
そもそも本当にそうなのかってところかな。いや、そこはもう信じとこうや。気にしないで。それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも知らな。来てくれてありがとう。本当に嬉しい。いや、そんな。なんか照れるな。でも茜さん、あ、茜さんのままでいいですか？もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。 それが最優先だ。花は早く来てくれ。だな、丘に上がっちまった以上いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか。で、この子は一体何の秘密があるんやろね、ラニ。茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど、飯はうまいぜ。行けば、茜が安心できる。できるできる。茜さんも安心できるし、ラニももう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。花輪が手配してくれてるから。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん。私もキヨさんももう隠れ続けるのが厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。キヨさんってこのババア。私だよ。私ね。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。花輪、頼むぞ。ああ、花輪。ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか、話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。お、なんか変な動きしてる。どうかしたか、千歳。いや、別になんでもない。なんか怪しい。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。山ちゃんなら出してくれるよ。脱出の目処がつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ありがとうございます。ドライバーもプロ並みの。山ちゃん優しい。本当わしんことですわ。わしん言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。なんや銀行強盗の逃がし屋って。そういうことやってんな。こっちは元刑事だ。それはそれは。山ちゃん優しすぎるやろ。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよの。お主も悪いよの。悪いよの。あ、もう。あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。なんで追われてんのよ、そもそも。多分これのせいだと思う。これ、ラニ、見せてあげて。え、大丈夫。春日さんたちはラニを守ってくれる。あ、これペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのにそこだけ違うから
なんか特別感あったんだよな。なんかメリケンサックにも使えそうやね。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な。なぜそれを持ってるの？これをさ、これを唯一無二ですか？え？でもそれじゃあ、ええ、そこが問題なの。まず私がラニーと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで、施設の所長さんってのは大変なんすね。いや、深夜まで残業や。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい？私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙？なブライスがつけてる、あれは偽物的なことか。手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあ様のものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。お前やね。どういうことです、茜さん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認める。あららら。正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。ちゃんと遺言状がある。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ラニが、そのなんとか家の、ミリラニ家っていうのはラニの家系。おー。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。そん時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。あららら。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのに、ブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると、銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追手を差し向けてきて、本当に怖かった。
見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。山ちゃん、こりゃメンツ丸つぶれだ。お前、そうでもねえ、あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。山ちゃんのお手柄や。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは、筆跡の偽造やなんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。まあ、それにしても入り込んでるらしいからな。ブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だって言ったら、不正な経緯ってな、不正な経緯ってのは何なんですかね。やってるやばいことかな、その言ってた。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。あの冒頭のあのオープニングのやつか。もしかして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのはおそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。あの冒頭のやつっぽいね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやくわかった。本物のこのパレカナの、なんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。おばあちゃんよう分かってなかったってことなのに、ラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。まやで、パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。45年。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうよりおやさんの惚れた人なんすよね。産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強い人、ずっとすげえと思ってました。
急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ、そうかもしれない。懲りない人間なのね、私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね、すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。さあ、セーフハウスに。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ、鉄。大丈夫です、人っ子一人いません。サージ、こっちもオーケーです、親父。お、ちゃんと。よし、降りろ。俺らもすぐ離れる。オンに切る、山井。ありがとう、山ちゃん。極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。ああ、いや、山ちゃんマジいい人やんか。俺だ、春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな、さすがは日本の悪の組織。悪の組織。違います、影の権力者ですね。違います。大して印象変わんねえけどな。ようこそ、よくご無事で。優しくしたってや、花は。そしてあなたが茜さんですね。え、我々はずっとあなたを探していました。なんで大道寺は茜さん探してんねや。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。主任さんやったら知ってるから。花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。主任さんやったら知ってるから。どうぞ。あの主任さん出てこへんのかな。ちーちゃんが怪しい。え、もうマジかよお前は。え、何ですか千歳さん。え、今誰かに電話しようとしてなかった？え？してませんか？おい、もしかしたら A ちゃん？嘘やろ。どうしたんだ？え？じいちゃん。え？本当ですよ。急にどうしたって言うんですか？千歳さん。嘘やろ。え？スマホ。あれ？返してもらえますか？あれ、じいちゃんミスリードで。A ちゃん？千歳さん。え？お？え？え？どういう、どっち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 ？え？この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。ごめんね、みんな。おい、どっちもかよ、もしかして。ずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。ちとさんはこの間会ったばかりの人らしい。何すんだ。この人の足はちゃんと動く。車椅子なんて必要ない。一番には昔
車椅子の友達がいたんだよね。若ね、荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょ。その人との思い出につけ入るために、この車椅子は小道具として使われたんだよ。嘘。おいおい待てよ、それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いや、そんなことは、俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなくもうマジかよ。エイちゃんよかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど、どうやら海老名さんの言う通りだったな。こいつ海老名ともつながってんのか。海老名、おいもうなんやねんそれ。清流会の海老名のことか。何笑ってんねん。そうそう、お前はウォントーもいる。そういえばいた。誰だ。ドワイト。うわ、このしょんべんちびり野郎。全部バレた。この場所も、アカネさんとラニがここにいることも。うわ、残念だよ、富士の宮千歳。何脅されてたん、じいちゃん。俺たちを裏切ってたんだ。え、それが何を意味するか、前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ、すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ああ、鼻はあんま強くないから。ああ、うわあ。赤根さん、ラニはあ、あ、ほんとあの倒れ方、あのケリューちゃんが電話してきた時の。三田村ボンボヤージュ。うわぁ、嘘やろ、エイちゃんかよ。ラニは取り戻されと。くせ、そのどけ。やべぇ、これは麻酔薬まで打って、春日のお前一番の思い出を。覚悟。怪我しやがって。あ、そういう。よし、もらった。ゆるさん、次次の行くぜ。あ、ガンガン行くぜ。受けてみな。これは絶対許されへん。千歳はなんで落とされてたん、どういう経緯で落とされてたのかわからへんわ。俺もまだ若いね。何を理由で落とされたのか。花は本当はええわ。もうくそ、さらわれちまった。何、くそ、何、あかねさんも何も。茜さんはいるわ。
あかねさんいたわ。ごめん。ラニがさらわれてしまった。みんな大丈夫か？気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんも門もマジかよ。やられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。花輪死んでほしくなかった。花輪もちゃんとエンディングノートでキリュウちゃんと会わなあかんかったやろ。もう一回最後に、これでキリュウちゃんが電話かけても出えへんかったわけが。ごめんなさい。いや、ちーちゃんはなんで落とされてたんよ。ちーちゃん話してくれんと。ああキリュウちゃんから電話や。カズガです。キリュウさん。何かあったのか。花輪さんがやられました。ウォンモです。ラニはパレカナに連れてかれちまって。すみません。全部。俺のせいです。